秋元藤尾は神奈川県横浜市出身の俳人。本名は藤尾。前後は東京3。別号に秋元治平線。島田製法に支持し土壌、天皇に参加。新興俳句運動に加わり、兄弟俳句事件に連座して投獄される。戦後は天皇参加を経て、教会を、創刊、主催。劇作家の秋元松代は妹。 息子の秋元金氏は、シャボン玉ホリデーを手掛けた、テレビディレクター・プロデューサー。秋元藤尾の区比横浜市中区元町生まれ。漆器の輸出商の次男で、長男は藤尾が生まれた日に病没。他に、姉一人、弟、妹が二人ずついたが、父は藤尾が十三歳の時に病没。以後母親が、和裁の賃仕事や夜店の行商をして、家計を支えた。 1916年、横浜市大二日枝小学校高等科を卒業、横浜火災会場保険会社に入社。社内に、渋垣派の廃人首脳団長花がおり、俳句を教わったがこの時は長続きせず。勤めに通いながら一時夜間学校にも通い、学業を断念した後も文芸賞を単独して過ごした。1920年、同任し、花字を創刊。 この頃白樺派に、系統、新しき村の第二主会員となる。1927年、同任し、青い花を創刊。当時は詩や短編小説を書いていた。1929年、島田松浦が横浜海上火災保険に入社して同僚となり、翌年、松浦に、兄、島田聖邦を紹介され指示、聖邦の主催する土壌にトークを開始する。 1930年7月、土壌に ABC の筆名でプロレタリア俳句の理解を発表、読売新聞文芸部長の千葉亀夫により評価され、執筆意欲を高めた。その後実作と評論の両面で活躍、土壌を代表する俳人に成長する。1931年、清水明と結婚。1934年、 進行俳句運動に加わり斎藤三キラと交流、進行俳句系の連絡機関、新杯和会の幹事を務め、戦火総合俳句を作る。1940年、土壌週刊、三キラと天皇総刊。1941年、治安維持法違反の名目による、進行俳句弾圧事件が始まり、藤尾は2月に、検挙。 1943年2月に保釈されるまで、極中にあった。この謙虚により職を失う。戦後、1946年に平和と民主主義を掲げる、新俳句人連盟の創立に関わり、同連盟幹事に就任するが、運営方針をめぐって対立が起こりだった1947年、配合を秋元不雄に改め、現代俳句協会設立発起人。 の幹事長を務める。1948年、山口誠氏の天童総監に参加。1949年、天童を東京区会を中心にして、評会総監の主催。1956年、古沢大保、小林浩治、飯島総演らとともに、横浜廃話会を発足。1961年、現代俳句協会を脱退。 廃人協会設立に参加。1968年、苦州万座にて、第2回、打骨賞を受賞。1971年、直腸癌の摘出手術を受ける。1976年2月に再入院し、7月25日、入院先で逝去去年75、期日は、寒露期と呼ばれる。などが、代表区であり。 全人性と庶民的ヒューマニズムが作風の基調を成す。その根底には貧しい一家を支える母を助けながら多感な少年期を過ごした経験がある。山本健吉は現実的な人間生活に切り込もうとする意欲は彼の初期からの特徴を成している。彼の句は素材的で健康で感傷的で単純で重厚だが、詩人的感性は鋭くも深くもないし、 抽象的思考は彼の最も増えてとするところだ。私は彼の苦に根苦に耐え、しかもちっともねじけなかった温かい庶民的な感情が流れているゆえに愛するのであると評している。戦時下の東国経験は廃人としての大きな転機をなし、戦後、獄中で紙石板に書き付けておいた若干の句を含めて、獄中、銀の連作として発表した。 当時国中議員をまとめた廃人は不自のみで、廃談に大きな感銘を与えることとなった。初期から評論においても活躍したが、戦後は1954年に、廃句誌に発表した、廃句と物説において、スローガン的な社会性廃句に疑問を投げかけつつ、廃句という形式は、ことではなく、物に執着しなければ崩れてしまうと論じ、廃句物説として注目を集める。 晩年は評一みのある、伸びやかな境外絵を読んだ。ありがとうございます。